どうも、カツです。大晦日だぞー。どうも、スタッフの沼です。はい。さあ、というわけで今回大晦日超スペシャル企画、はい、年内までに叫ぶ尻尾を出すぞー、色違い。はい、はい、というわけで、はい、行くぞ、カツ。はい。あ、ゼロゲートへ。ゼロゲート、ちょっとバタバタしちゃったけど、ゼロゲートへ。いや、というわけで、これが31日、今年最後の動画となります。はい、よろしくお願いいたします。さて、ちょっと僕は試したいことがあるんだ。そう、31日、ぶっつけ本番で。おう。まあ、実際に我々の本当の、ね、大晦日企画はね、うん。明日投稿される、新年1月1日に、うん。本、あの、真の大晦日に我々がロケした動画があります。これは31日にロケしたものではありません。はい。あれ、パルビレアの大穴行って行きたけど、いいのかな、それで、俺。さあ、というわけで、カツくん。はいはい。一人で行ってこい。ああ、一人でスパイス作ってやって。一人でまず、ヘアリーのやつをやってみて。で、そこで、うん、俺が別の場所でやったら、果たして影響受けんのかな？どういうこと？つまり、二人揃って違うピクニックを開いて。ああ、はいはい。違う効能を得られることってあんのかなーって思うだけ。一緒に食べなきゃ違うんじゃないの？そのまま。うん。一応あれ、フェアリーのレシピわかる？はい。トマトと塩と、トマトと塩辛と、あとは甘辛シリーズのやつですね。一応では、カツからそっちでやって、で、うん、君はその、叫ぶ尻尾一択で、まあ、ついでに集められるなら、あれで。あの、うん、羽ばたく髪？うん。で、俺は、全然違うところで色違い狙ってみたいの、うん。地上で色違い狙いたいと思います。うん、同じ世界にいるけど。どの道にできる組み合わせはね、10回分しかないんすよ、俺。よいしょっと。フェアリーでしょ？うん、フェアリーのできる組み合わせは、俺10回分しか持ってないんですよ。じゃあ10回がチャンスで、もう本当に。あとはもう、4000分の1で。まあ、失敗したくないならば、とりあえず、正確なレシピは、もうメモってある。メモってあるな、大丈夫かな？塩シリーズが3回分で、塩辛が1回と、あと甘辛が3回分だね。10回じゃなくて7回だったわ、ごめん。もう心配なんだけど。7回で出るかな ?3、4、21。一応調べる？ 210 分か。210分で出さないといけないらしいよね。俺もしかしたら途中で抜けるかもしんないからね。210分以内で。編集が終わんねんだよ。210分で出さないといけないという試練があります、私は。面白くなってきたじゃないか。3時間半で出さないといけないんだよ、俺。だからトマトサイド、カラとアバで頑張って。トマト、キュウリ、ピクルスのシリーズもあるからね。さて、ピクニックを開こう。さて、ピクニックを料理しましょう。まずは1回分の塩辛シリーズでやりましょう。と言ってもトマトだけどね。あ、カツくんがビクリックしてる声になってる。え？いいよ、そのカツがビクリック終わってからでいいよ。あ、はい。うん、どうなるのかね、俺に作るのかね、これ。で、そしたら随分効率よくなるけど。トマト1個だったかな、忘れちゃった。トマト1個と、おい、あと、辛スパイス1個と、塩スパイス1個。違う、トマトと辛と甘。いや、その、違う、塩辛パターンもあったんだよ。まあ、それはメニューが多い方で、でも確実だったら、あ、そっか、これレイドか。俺調べたんだよ、それ。なるほどね。公式で。これで違ったらどうしようって今思ってんだけど。あ、そっちが正解だわ、だったら。じゃあ、やりますね。トマト1個。塩と辛。これで全く違うの出たらどうしようって今ちょっと不安になっている。調べたときはフェアリーで調べたらそれだったけど。どうだ、完成したぞ、これで。調べた通りならちゃんと出るはず。
出ろ出ろ出ろ。しかも組み合わせ的には1回分しかできないやつや、これは。どうだろう、怖いな。どうなんだろう。これで今出たのがフェアリーだよな、絶対に。だってそういう風にあったから。フェアリー、フェアリー、フェアリー。オッケー。オッケー。じゃあ、カズくん、行ってます。行ってらっしゃい。はい、先ほど尻尾行ってきます。君はどうなってる？俺に影響はない。ない。その瞬間にすげえ土砂降りになったんだけど、ゼロゲートの入り口。うん。ちょっと土砂降りって。そうか、そうか、自由に動いていいんだ、そしたら。あそこの岩の場所じゃなくても。そう。だから、効率よく開けるために、ほんとあの場所で、エンカウントショーは早いんだけども。うん。まあ、いいんじゃないかなーっていうね。ぶっちゃけどこでも来るんだよ。あそこ、あの、叫ぶ尻尾って。全エリアにいるから。まあ、どっちがやりやすいかは任せるよ。つまり、突っ走ってれば、目がかかる可能性がある。あ、じゃあ、違うポケモンに今触れちゃったけど。そう、地上だとね、フラエッテがいる可能性は十分あるんだよね。フェアリーだから。さあ、今回どうなるかね。そう、これが自然に走る方法でやり方。さあ、どうなるんだろう。叫ぶ尻尾はいっぱい湧くはずなんだけど、これだったら理屈上は。でも叫ぶ尻尾オンリーだったら地下の方に潜った方がいいか。じゃなくて地上だと、あの、フラエッテが出てきちゃって、わかりづらくなっちゃいそうだな。よし、全部フェアリーになってるな。じゃあ私は個人で、これどうだ、俺が今これ秘伝の前使ったら何が起きるかな。何か起こるのかね。全く別の、個人の別のものなのかな。ああ、試してみよう。それぞれの物語っていうことで。まあ、一応これカツくんのサーバーだから。うん。まあ、何か出たら、よいしょ。どっちも映るさ。うん。まさか二つの効果が同時に起こるわけはないから。さあ、どうなるかね。結構面白いぞ、これ。今回、だから、鉄の無人が出てこないぞ。そう、だから、叫ぶ尻尾オンリーで狙えるっていう、いや、まあ、それもあるからね。俺、具材ミスったんだけど。おう。落とした。落とすとね、効果が薄く、できなくなるんだってね。やっちたわかも、やっちたわしね。1、2、3、4。どうだ、これ。5匹をずっとループさせ、ここでループさせるか。で、酔っちゃう、俺が。こっち降りる場所じゃないや。ここは行き止まりなんだ。あ、全部揃った。あ、成立した？成立したわ。さあ、僕は一体何タイプの今命が愛を、俺は引き当てよう、当てるのかっていうね。ほうほう。では、行ってきまーす。行ってらっしゃい。まあ、どこにいるかはマップで確認してみ。マップ？でもいいのか、俺を探してて。ああ、オンバーンで探しに行ったのかな、もしかしたら。オンバーンの大量発生いるから。でも30分だから、いろんな他のドラゴンを探しに行ったか、それでも。さあ、どうかな。果たして僕はオンバーンのところにいるのか。まあ、見てる余裕はないんだけども。そう、急がないとまずいよ。げ、ぶつかちって。てか、そろそろ出てきてくれると嬉しいんだけど、俺は。まあ、出てきてはいるんだよ。まあ、2回出てはいるんだけども。そろそろ来てほしいな、俺としては。で、うおー、やっと来たってなりたいな。個人的な感想としては。そろそろ来てほしいな。僕の元に。出てこい、いやでもね、今年いろいろあったけど、まあでも、ほぼ、毎日投稿やりきったな。そうだね。まあまだ続くんだけどね、やめる気はないけど。
まあでも今、勝君が今、まあ体調不良を起こしているので、まあ長時間の撮影ができないだけだから。そう、ちょっとできない。あの、9時間のカービィみたいなことはちょっと難しい。回復次第やるから。そう。だってまだやることいっぱい残ってるんだもの。とりあえずまずね、体に優しい椅子を。実写の方のね、企画まで進んでるしね。うん。夢はいっぱいあるな。いっぱいあるよ。だから残ってるものがいっぱいあるんだよ。やれるものが。俺今年に薬剤を全部置いてってるかもしれない。おう。まさかのね、いろんなものを俺なくしたものをいろんなものをなくした。ああ、ほんとに。でもまた何か帰ってくるかもしれないじゃん。いいものが。来年あたりに。だといいんだけどなぁ、ほんま。よう、役落とししてるんだよ、多分きっと、今。はぁ、あ、何か返ってこねえかないこと。絶対やるって。じゃないと悲しいじゃないですか。いや、マジで悲しいぜよよいしょ。叫ぶ尻尾、後ろ向いちゃうから一瞬わかんないんだよね。パッて現れて、お、どっちかなと思ったら、なんか叫ぶ尻尾、あれ後ろ向いちゃって、どっちだかわかんないよっていう風に。ちなみに鉄の、な、鉄道じゃねえや。あの、あいつしか湧いてないの？あの、叫ぶ尻尾の場所だにいる、今は。それ以外湧いてない？うん。まあ、10匹、20匹湧くような場所じゃないけどさ。継続してるのね。少ない数だけはちゃんと湧くようにしてる。あの、大量発生したオンバーン少なくなってきてるっていう通知が来ましたけども。はい、オンバーン買ってます。やっぱオンバーンの力が。ドラゴンの視力を最大にしてやってます。おお。それぞれで違う色違いが狙えるってことが判明したね、これで。そういうこと。いや、まあ、映んなきゃ意味ないんだけどな。だから、俺がもし出たら交換であげるよ。とりあえず、もう今日は、あの、お前がエラー押しで消えてしまった、鉄道じゃねえや。まあ、鉄道もでも一応消えたって消えたのか。一回目は、あの、幻でタッチできず。間違い、幻じゃないや。一回目はタッチできず。二回目は幻と終わってしまった叫ぶ尻尾をなんとか手に入れたい。そう。年内に終わらせるんだ、年内に。いや考えればなんだか面白いオチになってるよね。1回目と2回目で取れないって。ある意味お前引きとしては完璧なんだろうね、ほんと。お話としてはちょっと面白いんだよな。さあ、鉄道無人よ、ゆっき、オンバーンを潰しに。ほな、ピカチュウでやりたいんだけど。ただ前みたいに爆走はできない。時間がね、今。大事、いつ、通信エラーが起きるかわからないからだ。こうやってこまめに叫ぶ尻尾見ないとさ、わかんないからな。叫ぶ尻尾壁に埋もれちゃってるし。この辺のエリア壁に埋もれるのか、もしかして。さあ、勝つくは出るのかな、色違い。というか出てほしい、お願いだから。本当にそろそろお願いだから出てほしい。同じポケモンでずっと同じ絵はさすがにまずいと思い始めている、俺も。でも、あれも出る、あれもいるじゃん、叫ぶ。あ、羽ばたく神か。でも、羽ばたく神のところにいないんだよね。叫ぶ尻尾だけしか出ない場所に今いるから。あの、前さ、あの、練りバウンドやった時あった、練りバウンドじゃない、鉄の包みやった時あったじゃん。うん。あの時のエリアにいるんだよ、ちょうど。なるほどね。叫ぶ尻尾がいい具合に湧くんだわ。4、5匹ぐらいずつだけど。狙いやすい。鉄はいないけど。叫ぶ尻尾かわいいけどさ、うまく見つけづくいな、色違いは。うんと、これも違ったわ。横向きがさ、横向きの時に目が一瞬赤く見えるから、うんって思っちゃうんだよな。わかるわ。で、近づくと、ああ、違うわって。ちょっとびっくりするんだよな。あ、でもこれなら探しやすいわ。ただ爆走できないのが悩みどころだな。つまり普通の色違い、他の色違いってさ、うん。明らかに色が違うやつってわかりやすいじゃん。あの、
色が違うから。まあね、だから爆走してればさ、ちょっと色が違うだけで、あ、命がいるって なるけどさ、ならないもんな。叫ぶ尻尾の場合は目だからさ、爆走してたら絶対見落とす。さあ、燃えろ燃えろ。体全体がほんのり色変わってくれれば助かるんだけど、本当に。全然オンバーは出ないよ。おお。残りわずかだっていう通知が来ましたね。これでかなりの確率が下がった。おお。ここで出るか出ないかな。君の叫びを聞かせてくれって。オッケー、任せよ。俺も叫ぶ準備はいつでもできてるぜ。尻尾が叫ぶことを祈れ。来てくれ、頼むぜ。さあ、いでよ。あと何分や。あと19分か、頑張って。よっぽど幸運がないと出ないのか、千分の一は、やっぱり。あしねー。いや、千分の一、千分の一、よっぽどの運がないとって言ったけど、そういえば4千分の一を3回くらい出してる俺は何なんだよって話なんだけど。そうだね、お前何やかんやでよ、すげえよな。で、千分の一は出ないってどういうことやねん。こっちの方が確率低いはずなんだけどな。え、でも昔俺そういうの一個だけあるよ。え？どっかの動画で喋ってるかもしんないけど、うん、本当にもう昔の話だけどさ、うん、小学館のコロコロコミックの星のカービィ64の1000名プレゼントの抽選に外れて、うん、ドラえもん3のび太の街で SOS っていうゲーム100名プレゼントに当たるっていうね。うん。1000名外し100名当たる。嬉しいけど、ね、確かに。うん。しかも買っちゃった後っていうゲーム。買っちゃった後に。お、なんか画面が一瞬重かったからそろそろ落ちそうか？ゲームショップで売りに行ってさ、それを。売りに行くっていうね。そして、なんだろうね。親が、これ新品なので未開封なんでね、高値で売って、なんか、買い取ってくれみたいなことやってるのが記憶かな。そんな記憶、そういうことが。確かにそうだもんなって。それ抽選で当たったやつだぞっていうね。価値だの、物の価値って何なんだろうね。さーて、どうだかね。いや、でも今年も本当お疲れ様でした、マジカツくん。本当ありがとう。まだやることいっぱいあるけども、とりあえずはお疲れ様でした。とりあえずはね、お疲れ様でございました。大量発生は消えました。報告も見れましたです。いませんでした。残念。よし、ドラゴン洞窟潜るか。潜るか。どうしてもいない叫ぶ尻尾の命がい。赤いお目目はどこに行ってしまったんだ、本当に。赤いお目目は僕の手持ちにいるよ。そうだけどさ。そうだけど。私が間違って突っ込んでしまったとはいえ。マジ受けるんですけど。さあ、盛り上がっていきましょう。盛り上がってますよ。さーて、色違いのドラゴンを求めてドラゴンの洞窟へ潜ってきたぞ。もう全然なってきた。めっちゃ重いぜ。おー、頼むから、そろそろ頼むから、そろそろ頼むから出てきてちょうだいって言った瞬間にパンって光る可能性も俺は十分ありえると思ったんだけどな。まあお前ならありえるだろうね。俺そういう前振りやって出たーっていう騒動はよく起こすんだよ。お前なら十分あり得ると思うよ。あーっていうことがあったんだよ、過去に何回か。頑張って出そうぜ、命。もう頑張って出すぜ。やっぱ岩のところが一番安定かな。私はドラゴンの洞窟に潜った。行くぞー。頼むぜ、叫ぶ尻尾さん。
でもこれ、なんか一気にポンポンじゃなくて、ゆっくりパッ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 って湧いていくからさ、判断しづらいんだよね、実は。俺もそうだな。後からパッパッパッ、後から湧いてきちゃうからさ、いないっていう断定ができない時がある、たまに。だったら、いつもの場所で。そう、いつもの場所がそういう場所なのよ。まあ。難しいんだよね、だから、見極めるのが非常に。なんか今回は4匹しかいないけどさ。うん。いつもなんか10匹ぐらいポロ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 って出てくるからさ。は、絶対のタイミング分かりづれっていうね。あ、出るかね。4、5匹ぐらいで止まってくれるんだったら、俺も判断がしやすい、これは。あ、いないなって、いないなってなってすぐ戻れるんだけど。後からちらほら湧いた瞬間に戻っちゃって、その時に4次元が出ちゃったっていうことが一番きついから。うん、つうか、叫ぶ尻尾、なんで後ろ向いちゃうかな。そう、叫ぶ尻尾の一つの、もう一つの問題。出てきた瞬間に後ろを向いてしまう問題。おかげで目の色がわかんないんだよ、たまに。4匹、どうどうおた、黄色。でもずっと同じ絵が続くのも良くないから、いろいろと走ってみたりもするけれどもっていうね。普通かな、よく見えないんだよな。あなたは黄色い。いいんだけどね、可愛いから、いくらでも見てられるけどさ。違うドラゴンに会いに行こうかな。少しでいいからさ、なんか毛先の色とかが変わってくれればもっと嬉しいんだけど。一緒なんだよな、ほとんど。これ行ったり来たりしても、効果あるか？行くぞ。なんか同じやつしか湧いてないように見えるけど、俺には。ふん。どっかにいるさ。うん。今のところで往復しても同じのしか湧いてるようにしか見えないっていうね。あ、場所がちょっとずつ違う。あ、それぞれ違う個体なんですね。安心しました。だから後から湧いてくるのはやめていただきたいんだよね。戻ってる時に湧くと、わかんないから色違いかどうかが。さあ、どうかな、これで。面白いな。面白いけど困るな、これ。ちょっと俺場所変えた。おう。叫ぶ尻尾。そう、叫ぶ尻尾は落ちないんだよな、そういえば。岩から。何の話だよって話だけど。そういえば昼間、今昼間の時間帯なのかな？あれが出てこない。羽ばたく神も出てこない。羽ばたく神ね、もしそこで出てきたらさ、色違い率大幅アップなんだよ。うん。昼間だったら。昼間なのかな今もしかして時間が。昼間で洞窟下がりまくって確かやればさ、うん。羽ばたく神が確か、めっちゃ色違いわかるしよ。へぇ。確かに出やすい場所には今いるけれども、目的がもう完全に叫ぶ尻尾だからな。落ちる。なんだこれね。うお、落ちてく。たまに宙に浮いてるんだよな。もういい、ぶっ放す。ぶっ放す。一気に走って。羽ばたき神がいる、いた、湧きやすいエリアには叫ぶ尻尾は湧かないのか、ここの水の場所には。それとも後ろか問題か。私にプレゼントを、ほうほうほう、赤目のサンタクロースさんですか。いや、もうサンタクロースの時期過ぎちゃったよ。サンタ苦労したんだよ。よいしょ、お年玉でもええで。色違いの叫ぶ尻尾。いや、年越してまうかな、それ。叫べ、しっぽたちっと。よいしょ、うまくいかねえ、なんか。場所変えばさ。ほらほらほら、突っ走って。
ちょっと昨晩を失敗したときはどこかに行ってしまう。うわー、最高の締めくくりを、最高の締めくくりを、最高の締めくくりを。思いっきりぐっすりやんけ。え、ぐっすりやんけ。な、なに、むせとるやんけいけいけいけ、おー、叫べ叫べ叫べ、尻尾たちの叫びまま来るがよい。はっはっはっは、テンションがおかしいがな、俺。ドハーテラスタウン、ノーマルか。おりゃあ。そろそろ変わってくれてもいいんだぜ。てか頼むから変わってよ、そろそろ。ほう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 。おりゃあ、走り抜ける。ちょ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 。ここ行き止まりや。しっぽー、叫べー、しっぽー。おー、ノーマル、ノーマル。あー、ノーマル、サーデンターン。はい。一匹。二、三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 、普通。はい、普通、普通。まあ、普通でも、普通もいいけど、でも、今は、色変われ、赤目になぜ、うりゃー。この辺には、危ない、ぶつかる。かけ抜ける。やっぱこの辺で探した方が良さそうだな。1、2、3。走れ、走れ、走れ、尻尾。走れ、尻尾じゃない。叫べ、叫べ。いて、いて、いて。おー、画面が重たくなった。カクン、カクン言ってる。いやいや、よいしょ。どうなのかな、これ。ぶつかってまった。面白い、なんか色違いを求めて、今、ラッピアメを走りまくってる。叫べ、スプーン。いてててて、腰がやだれず。おら、走れ。走れ、しっぽ。振り向きも奴がいるかもしれないだろ。いいねー。やばい、うちの猫ちゃんが、もう破壊しようとしている。おう。いないよ。あと7分か、第1弾は。そう。なんで出へんねんな。なんで出ないんだよ。確率的には1000分の1だ、1000匹に出会わなくてはいけない。普通ばっかりやな、本当に。なんでだよ、なんでいないんだよ、叫ぶ、尻尾。おー、尻尾。あー。いや、犬はいるんだ、湧いてはいるんだ。普通の犬だけど。おりゃー。すごーい、すごい、すごい、すごい。そい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 。
おら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 。いけつつつ。色変われー。おずずら、おずずら、おずずら。色違い出てこいや。おら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 。うら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 。出ませんなぁ。うわ。さあ。つけばおしっぽ。いるのに。なんでそんなにわかんないのよ。うらうら、うらうら。全部黄色、黄色、黄色。黄色いお目目も可愛いけれど、今欲しいのは赤いお目目さ。いや。ふぅ。ドゥルルラ。ドゥルルラ。あと4分力の限り走るんじゃ。焼き走り。はい、重くなってきたよ。そろそろ落ち着くかもしれんの。こっちは全然重さはないが、俺が耐えられないか。もう変わんない。ちょ、いい加減変わってよ、本当に。変わってくれなきゃ困るんだよ。エンドレス、エンドレス、叫ぶ尻尾。ドゥルー。いいねー。出ないなー。今日は出ないのか。あー、いや、今日も出ないのか。いや、今日こそは出すんだよ。というか、今日こそは僕の手に入れてセーブをするんだよ。あなたじゃない、ごめんなさい。えい、うらら、うらら、うらうらうらら。ふぅ、バミを切り替えて叫ぶ尻尾。ほら、いた。いけるついた。もういないんか。あと1分ちょっと。ほら、あれー、早く早く叫べ。ほら、なんか輝く神がいる。そりゃあ、羽ばたく神だよ。輝く神じゃなくて。びっくりした、今。勝ったなと思った。え？
一応動かなくなった。うわ、落ちるか。いや、大丈夫。継続してるよね。俺継続してるけど。俺も継続してる。ブー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 。もう30秒しかねえ。ブンブン叫ぶん尻尾羽ばたく輝く髪が輝く髪がや。あ、落ちたか。うわぁ、お疲れ様です。10秒残ってる。あ、俺5分残ってるわ。あと10秒だ。私はあと10秒。しょうがない、もう別の世界だけど頑張ろう、お互い。あ、切れたー、時間切れーと。よし、方がもう一発やりだ。チャンスはあと6回。なんでもいいわけじゃないから困るわ、もう。チャンスはあと6回。いけるかな。マジ頼むよ。マジ頼みますぜ、旦那。旦那じゃねえよ。おら、そろそろ来てくれないと。いや、2回来てるだけでも十分すごいんだと思うんだが、俺としては。まあね。手持ちになくちゃ意味がないんだよ。ちょっと2000分の1一応引いてることやで、これ一応は。まあそうだね。あ、でも鉄の無人加えれば3000分の1か。難しいな。まあちょっと無理やりな言い分だけどね、あれも。今のも。ピクミック。ヒオクラがなくなったから、いろいろミックスパターンにするか、今度は。甘も塩もあんまり出てこないんだけどな、でも。フェアリーに必要なやつ、あんまり出てこないんだよな。これでトマト、トマト、キュウリ、ピクルス。トマト、みあー、でも難しそうだな、これ。キュウリ、ピクルス。絶対に落としちゃダメだからな、俺。落ちろ！大体俺落とすから怖いんだよな、これ。で、辛いのと甘いので、フェアリーになる。あれ？調べたからね、ちゃんと。トマト多すぎ、落ちトマト絶対落ちるだろうね。落としたくないよ。マジで落としたくないよ。もう落ちそうだよ、トマト俺。落ちたらもうフェアリー出なくなるよ、俺。そう、落ちそう。うわい、怖い。心臓に悪い。ふふ。これで本当にフェアリー出るのか、調べた通りにやってるけど。どうなんやろ、これ。あまり見たことないパターンのやつだけど。どうなんすかね。公式サイトで調べたものだから、多分間違ってないはずなんだけど。甘辛で、トマト、キュウリとピクルス。基本的にトマトが軸っぽいな。さあ、失敗したらどうしようと思いながら今やっている。どう？じゃあボロボロでございます。
あ、ちゃんとフェアリーだわ。さて、パターンを変えたら、もしかしたら色違いが少しは運良くなるかと思ってやってみたが。うん。まあ、所詮は原価付きだよ。さて、移動するぞ。そう、俺しれっと ドラパラトにマスターボール持たせてたんだな、そういえば。なくないように?ちょっと間違えて使わないように。まあ、それが一番だろうね。使っちゃいそうだよ、なんかレイドで。うん?レイドとか使っちゃいそうだもんね。そう、間違えてポイって、間違えてヒュイって押して、あーってなりかねないから。だから。ライドに持たせてるわ。うん?タックルされてた、いつの間にかポケモンに。何気にホラーエッジの色違いも見たことがなかったりする。まあ目的違うから今はあれだけど。輝きパワーがもうなくなる。フェアリー俺2戦目。残るはあと5回。あー痛い。多分そこで出ちゃうよ、マスク。てか出てくれないとマジ困る。あーやべえ。マジで猫ドア破壊しそうだ。うおほんと叫ぶ尻尾はよく湧いてくれるんだけどな。4、5匹ぐらい一気に湧くやんけ、この辺。湧きすぎ、みんな後ろ向いてるから目の色は分かりませんけど。いや、湧きすぎや。まあ、目がぼやける。色は変わりません。いすぎだぁ。多すぎて処理が追いつかない俺の。いたまたぶつかってもうた。フェアリーとエスパーなのにいっぱいいる。うわー、なんだ今度は何にぶつかったんだ俺。あちこちにぶつかりすぎや俺。そのターン多分出ると思うよ。というか出てこれないと困る、本気で。じゃあ、もっとすごいこと言ってやろうか。うん?実は6時15分くらいから俺別用があるんだよ。マジかよ。実は。じゃあ6時15分から俺一人かよ。まだギリギリ、まあ現に今一人だけで。出てくれないと一人でやるのか、残りの、残り5回。何言ってんで、カメラで映ってない方、外で色々ずっと俺一人でやってたんだよ。うん。最初の鉄道無人の色違いもな、俺全部一人だったんだぞ、この野郎。くそ、パワー切れだ、こっちも。よし。さすがに今同じ手がユニオンサーカルと時間の無駄だから、ちょっと違う輝きパワーを発動させて、時間ギリギリまでちょっと俺、粘るよ。うん。そっか、今俺がゼロゲート潜ってもカツくんとすると違う世界だから大丈夫なのか。じゃあ俺、鉄の猛が狙うわ。うん、僕が、あの、メカ、ウルガモス。うん。出るから、おっと待って、ちょっと待って。破壊神が。よし、OK。よし。一番難しいんだな、あいつの色違い。
ランジェ国めちゃめちゃいっぱい湧くやんけ。湧いても色違いじゃねえじゃん、みんな。まあ、ちなみに俺はその移動で鉄道カイナー出したけど。え？俺はその、あちこち移動で鉄道カイナー出したけど。ほう。いや、いすぎや、そこら辺、そこら中に。さっきよりもたくさん湧いとる、湧いおるやんけ。いてぇ。叫ぶ尻尾。うら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 。はい。はいはいはい、いない。分かってますけど、いないね。よいしょ。よいしょ。よし、炎の威力を上げて出るかな。うん。うん。うわ、いっぱい1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、9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 8、89、90、91、92、
まあいないんだけどね、なかなか紛れてないね。思って落ちそうやんけ、俺。ものすごく気持ち悪いものができたな。うん、赤スライスと赤パプリカとピーマンスライスで恐ろしいなんか料理ができたな。ゼロゲー突入すか。いやいいね。うん、もう分かってるけど来ないね。羽ばたく神がいる。ああ、なるほど、4になったか。羽ばたく神が出るようになったか。羽ばたく神の色違いも欲しいじゃん。まあね、まあ何かしらフェアリーの来てくれるのが一番嬉しいよ。さあ、ゼロゲート、ダーイブ。とにかく変わらない話だな。色変わってよ、もう。もう何のか、うん、悲しくなってくる。さあ、早速現れたけど、現れたけど、お前ら宙に浮かぶから分かんねえんだよ。全部普通の色か。マジでわかんねえ。顔で判断するしかないんだよな、こいつら。マジこれ。もういなすぎ。みんな絶賛黄色いお目目。すげえ当たったー。直角がね、銀色なら色違いなんだけどな。違うな、いねえな。カメラをさ、マジでズームアップしてねえとね、わからん。おう、違うな。
違う。こっちはね、赤いね。色違いますか？違いますね。オッケー。ちょっと湧きすぎ、お前ら。待った。本当にどっか分かりやすい色違いねえの？え？分かりやすい部分ねえのかな、他に色違い。調べる。いないじゃん、いないよ。そう簡単に来るわけないっすよねって分かってるけど、多分ああ、この羽の模様か一個。いや、わかんねえ、やっぱ羽の模様見ても。変わんねえじゃんよ。いや、わかんねえ、これ。もう開いてる。ああ、もう無理っす。ああ、ぶつかった。お前違うな。あ、ケムシっぽいで難しいよ、これ。そんないっぱいだって言うと変わんないよ。ファイヤーに捕まったわ。もう出なすぎる。
かれないかな。色違いよ。色違い。色変わんないよね、そこたりな。違う、こいつらじゃない。
立ててないんですか。どうですか、出る気がありますか。もう出ねえ、もう。うん、嘘じゃん、嘘じゃん。そういうクレートばっかりだったんや。千分の一ぐらいパーッと出てきてや、もう。マジオランジェ、オランダ。なんで、まあそんなもんだって分かってるけどいいね。さ、いいねの。いないなぁ、くそ。出ねえ。ああ、もう出ないよ。なんなんだよ、もう。結局、出ない。
てね。困ったね。こんなに、まあこんなに出ないのが当たり前に、じゃあ当たり前だけだな。でも今先や。湧くんだけど出ないねあと何分？もう5分切ってる。もう5分切ったら私は退場します。もう残念ながらこの用事を済ませないとマジで編集徹夜になっちゃってさ、夜寝れなくなっちゃうんだわ。うん、今俺もギリギリまで粘ってんだけどさ、鉄道独座を全然いいね。見逃してないかっていうくらいね、元の色もわからん。いた。で、なんか結果残して大晦日最後の動画だから、私はちょっといろいろ失礼すぎだな。あと何分？あと1分だ。悲しいかな。何も出ないよ。ぶつかるなぁ。うん、
終わりだ。そう、終わってもうたか。終わっちゃったか。終わっちゃったよ。なんならこちらもだ。全然変わらない。じゃあ、カツくん。うん。検討を祈る。それじゃあ、養生すまじゃん、速攻大晦日の、あの編集に戻るのね。フェアリーができる組み合わせは、でも、回数ないよ、もう。ほとんど5回ぐらいしか。頑張れ、エスパーっていう手もある。結局ね、悲しいかな。多分1時間くらいで戻ってくると思うけどさ、結局仕事に戻るんだよね。悲しいね、これ。じゃあ、勝くんは、とっち頑張ってくれたまえ。それじゃあ、視聴者の皆さん、スタッフ沼はここで、撤退します。編集がありますので。それでは、皆さん、良いお年を。塩じゃなくて塩辛にすればもう少し伸びるじゃん。トマト1個で塩辛って、そして塩と辛でまあどちらにしても甘辛がないからあれだけど、少しはこれで伸ばして、塩辛にしたよな俺今。めっちゃ青いけど色。塩辛にしたはずだが、なんか塩辛の気配を今感じなかったぞ。どうですかね、塩辛で確かできたはずだけど、はい、いや、あと5回分じゃなくてあと2回は伸びるな、これで。ひつりっこをやめて、ゆっくりと時間かけてやれるか、その分。叫ぶ尻尾、君らに触れてる場合じゃないんや、今は。叫ぶ尻尾の方が最優先や。もちろん君らの色違いも必要だけれども。ああ、もうそうじゃないってば。そこで時間がもったいねえ。しょうがね、普通に置いていくか。ただただ無心にやるしかねえや。本当に来てくれれば御の字だよな。でも千分の一なら何回かやってればそのうち来てくれると思うんだけどな。まあそう言いながら何回何度届いたかは感動させたけれど、結構それなりに湧くからね。まだありがたい方だと思うよ。だって一匹二匹しか湧かないのよりかは絶対
一緒。壁に詰まってる場合じゃなくてさ、あーもうそこで、そこで降りて、そう、もうバトルにならないようにしようとしてんのに、もう何してんねん俺。時間、あーもう邪魔だよ、もう目の前でもうしょうがないね。疲れた時間か。まだいっぱいいる方だと本当にいい人は思うけどな、ほんと。フェアリーになってるよね、ちゃんと。いろんなポケモンが湧いてたからどうしたかなと思ってたけど。いやー、いるんかねー。まず叫ぶ尻尾の井戸橋まで戻るか。同じ場所でずっとぐるぐるしてるよりもたまには違う場所でパラパラ見てる方がまだなんか画面に変化あるかなと思ったけど、結局色違いの確率は現に同じ場所に行くしかないんかね。まあ確かに分かりやすいしね。できる回数だって限りあるんだよ。無限にできるわけじゃないんだよ。よいしょ。だから頼むからもうちょっと早めに出てきてくれないと。本気で困るんだよ。さすがに大晦日の動画で何もなりませんでしたーっていうわけにはいかないだろうよ。だからお願いだから出てきてほしい。こんだけいっぱいいるんだから触れる出てくる可能性だって上がるでしょうよ。あの岩のところよりも出てくる可能性上がるでしょう。というか上がっててよ、せめて頼むから、何回か俺見逃してんの、それとも、ね、俺だったら余裕で見逃してでしょうねと思って。でもいいな、本当に黄色い目しかおらんやっけ。可愛いけど今目指してるのはそっちじゃねえんだよ。頼むから来てくれ。落ちそうで怖い。いない。やっぱりいない。こんなにいっぱいいるのに。まあ、そういうもんよね、とは言われたらそこまでだけど。
ねえ。なるほどね。どうしたって出てこないよ、もう。出なすぎる、出なすぎる。ああ、落とせないよ、かす。おーい。あそこに湧くんだから、ぶつかって落ちるんじゃねえよ、もう。たくもう、登るのも大変なんだよ、もう。ああ、もう。ああ、詰まってねえで登るでやす。あ、なんか違う場所に出てきたじゃん。しかいいね。もう。はあ。痛いな、本当に。まあ、しょうがねえか。同じようにあれが続いてたらね、もうちょっと違うバリエーションの絵が欲しいけど、でもここぐらいしか湧く場所覚え分かんないしな。と言ってもな、本当に出ねえんだよな。出るときは浅い出るのに出ねえときはいつまでたっても出ねえ。もう12分経ったら早いよ。時間経つの早すぎ。なんで来ねえんだよ、そんなのよ。こっちにいるよ。
通の色だったらいくらでもいいね。マジもう一瞬目の色変わる反射で赤っぽく見えるのやめてくれ。一瞬だけ期待しちゃうじゃないかな。期待してもしょうがないって分かってるのに。どうやってもいないよ。うん。
そう簡単にじゃないわけじゃないしな。それ、簡単にさ、やばいもんな。はぁ、あ、はぁ、あ、いすぎてすっぱりだ。一人じゃ住所も分かんないよ。こんなにいっぱいいるのに命が違いわかないんだもんな。分かってるけどさ、そんなの出るほど甘くねえのは分かってるけどよ。そろそろもうテイクなん何度もテイクしてるんだから、テイク何度もしてるんだから、そろそろ甘くなってくれてもいいんじゃないの？ああ、来ないばっかりじゃんよ。はあ
出るまで割れないらしい。でもスパイスがないよ、そんなに。なんでお前職人が柵入ったら連日が出てくるんだろう。いくら来ないからってそんなのが大きい。何にしてくんだよ、遅いロードだな。それぐらいで出るよって言うけど、実際出ないんだよ。うん、いない。うん、もう、あ、そう来てくれないと辛いっていうわけでもないけどさ、まだ今日のパートはまだ初めて1時間半ぐらいだけどさ、そろそろストックもなくなるっていうのは、ストック全部なくなるぐらいまで やればいいのか俺。出る気配いつ切りもないもん。
もういいよ、もう出てこねえから。スパイス集めようとってさ、そう簡単に欲しいスパイスが集まるわけでもないんだよ。スパイスが足りないんだよ。もうそうするとよ、ああもうどうせば出てくるんじゃねえの、その違い違いも。俺はそうやって何度も倒して倒してやって、ああ、そう、倒してからだ、何匹か倒してからやってきたんだよ、俺は。倒れる船やるしかねえだろ、もう。あと1分ちょっとか。はぁ、あと1分なのか。もう、早いよ、やっとって、時間経ったのか。まあ、しゃあないね。出るまで終われないっていうのはしょうがない。そこしまいまでやらなきゃいけないんだから。よいしょ。あと何秒だ。これもう一往復して、もうこれで行ってきて、ちょうどこれで、一区切りぐらいか。よいしょ。よいしょ。もうそろそろ行かねえ。うん、残ってる場合じゃないぜ。うん。これでどんなもんだ。まあ出るわけもなくって感じだな。分かっちゃいたんだけど。登れてね。ああもう一回ぐらいやっとくか。いや、スパイスマジでなくなるですね。なくなるでしょ、普通に。なくなる前にね、見つけられれば一番いいんだけど、まあ、そりゃ無理ですね。確実だからな、いかなんでも。とりあえず、空飛んで。ああ、困ったね。とりあえずピクニックやって。作りますか。よいしょ。残ってんのが、どれかわかんないや。とりあえず塩、トマトと、トマトと、これぐらいか。正直出る気配をしないんだけどな。とりあえず残ってる塩と甘使って、出なかったら一回腰痛いから区切るという感じにするかね。で
またうまく集めて仕切り直しって感じかな。じゃないとね、スパイスなきゃ4000分の1だしね、まあ、4000分の1の方が意外と俺出たりしてね。スパイア2巻2がで使えないのかね。とりあえずフェアリー、フェアリーのやつでね、いいでしょこれで。で、うん、あそこの下のところでずっと見ててもね、どこで見ててもそんなに俺変わんないもんね。はあ、それスパイス回収しなくちゃいけないかね。降りてすぐにね、もう2、3匹、4匹、5匹、6匹って言うんだけどね。みんな色変わんないけどね。まあその辺はまあ分かってるっぽだし。いっぱいいる割にはね、なんだよね、本当に。そうか、もうこれで30分やると2時間ぐらいなのか。そう考えると体調もそんなに俺いい方じゃないし、これで、ね、この30分でまあ出ないと思うけど、まあ出なかったらまあ一回ここで一旦区切って少し休んでからね、またやっていこうかな。どのみちスパイスも多分足りないだろうしな。使い切るまでやってたら多分俺腰痛くなっちゃう。だってまだそしたら180分ぐらいできるやんって、3時間できるやんってなるやんもんね。年越しに超ロングラングランですかって。ここら辺いっぱいいるのにね、こんないっぱいいるのに色変わんねえんだよな。あんなにいっぱいいるのに、でもどうしたもんかね。できるうちは全部使い切るまではやった方がいいかなとも思うんだけどね。ここは戻りすぎやな。この戻りすぎると良くない。きつくなってくるよ。てか一人でやるとやっぱりしんどーってなっちゃう。うわープルプリンじゃない、叫ぶ尻尾がいっぱい。あっち側が見えなくなるぐらいも来てくるよね。寄ってくる寄ってくる寄ってくる。残留死で残るやろな。落ちる落ちる、危ない危ない。登っていくんでしたよ。もう残っちゃうでしょ。早く戻ってきなさい。もうどこ向いてんの、早くやってくださいよ。もうもうなんで見えてるんだよ、そこりゃ。もう4、5匹ぐらい見切れたの先に。で、こっちが飛び越えて、こっちが走る。そうすれば、少しは見やすいだろう。あの岩のところよりも、まあ、出る数はそんな岩のところと比べると、少ないけど、別に増えんでいいね、そこで。ただ走ればいいね、もう。
いないね。しっかりと確認しつつ、いねえことを確認。よし、いねえな。よし、いない。銀色に輝いた方がある意味では分かりやすいかもしれない。ほんのり目が赤いだけじゃ分からんよ。ほんのりで目が赤いだけじゃ分からんよ。で、観察眼があんまないんだかな。それはいっぱい湧いてくれるのはありがとう。湧くからまだ遭遇しやすいからまだいいんだよ、全然。けど全然赤くなりゃしない。よいしょ。スコアでも止まってても、なんかいるところ同じような場所にいそうだけどね。こうやって見るとね、なんか倒した方が確率上がるんじゃないと思うけど、そういうわけでもないんだよな。ああ、もうそんな話や。ああ、後ろに来んな。探してるんだ。いやー、猫がいっぱいおるね、そこに。なぜそこでまとまっている。でもこうやって行ったり来たりする方がいいでしょう。そうか、風ギリギリね。ところで、ひどい、じゃ邪魔だな。頭でどっち、普通のカラーで、おい。じゃねえよ。あなたじゃないんですよ、今は。あなたの色違いも十分欲しいですけれども。もう先も尻尾を変わる気しないぜよ、俺一人だと。ああ、もうじゃあ、なんせ、30分の時間制限があるんだから、シャシャ行かないあかんで。あかん、そのダメダメ、そんなガンガンぶつかってたら時間が欲しちゃう。そう、っていう。もう俺何してんの、もう。ちゃうでしょ、もう。つうか、よくまあ、本当によくまあ、2匹ゲットできたと思うよ、本当に。それしか言いようがない。だって普通に、おらん。1匹目は、1匹沼くんにあげたし、もう1匹は、幻に渡し、疲れるよ、わかんないもの。ちょうどよくわかんないっすよ、俺は。でも出る気配もないもんね。もうスパイス100個ぐらいなきゃ見つからんやろ。まあそれは言い過ぎだとしても、それぐらいの心意気でやんなくちゃ、いつまでたっても出たらいいっすよ、ほら。もう。こっち側はいなさそうやな。いっぱいいるけど確認ちゃんとできないんだよ、こんなにいっぱいいてもよ。
一区切りでこれで一回やめようかとも思ったけど、それもそれでなんかなっていう感じだしね。マジで。集中視力が足りん。ねえ。もういいよ、不用意にぶつかんなくて俺。しっかり触れちゃうと大変でしょ。やっぱりどう見ても色気配しないんだよな。この辺でぶっ放すか。なんか出てくるのに下がんじゃん、こいつ、この子たち。もういっぱいいるのは分かっけどさ、そこら中にいるからわかんねえんだよ、もう色の変わり具合が。もう少しわかりやすく見る場所で見ないと完全に見落とすだよ。1000匹ぐらい出会ってないんだなっていうのがよくわかるよね。でも1000分の1言ったからって1000匹で必ず出るわけでもないんだからね。時立つの早いな。しょうがない、スパイス突き出までやるか。で、着きたらまた、テラレールで、テラスレールで、また集めて、またそれから再開ってところな。まあ、壁の中人は噛んでるのだけ色違いだったらそれでどうしてくれるんだ、見落としてるわよ。そんな壁の中燃えてたらわからんがな。もう可愛らしい、可愛らしいことで全く壁いたらわかんないでしょ。またまあそれが亀ちゃんだったらどうする気なんですか。全くもっと大変や、大変だぜ。突っ走るしかねえよ、もう焼けっぱしでしかねえ。ただただ走るしかねえ。1% の可能性にかけるしかねえ。ああ、邪魔や、遊ぶところにおったんかーい。邪魔だけど可愛いんだよな、こいつ。可愛いからこそちゃんと自分の手持ちに入れたいんだよ。入れさせてくれよ、もう。入れさせてくれよ、手持ちに。ああ、ぶつかんでねえよ、俺。そのまま微妙に、微妙に困るんだ、それは。もう数秒が命取りやねえな。後ろからぶつかってくるじゃねえよ、もう。ああ、もう。ああ。くそ。
まあ千分の一でも出なくて雑誌低いもんね。どんぐらい時間かかるんだろうなって思いながらやってるようで。可愛い分まだよね。いいんだけどね。そう、まだ可愛らしい見た目の分まだいっちゃいいけどね。どう見ても変わらない通常食事。何度やっても出てくる。お前は何で触れた俺。いよいよ接着が避けましょう。そこで入ったらダメや。出ましょうね。今何分や、あと。まあ、13分か。かーって感じだね。ねえ、みんな後ろ向いてる。後ろ向いてるやつこっち向きや、もう。赤目かどうかぐらい確認さ。何を見てんだよな。なんでみんな後ろ向いてんじゃん、もう。ああ、邪魔じゃん、おめえ。そっちの方じゃねえやん。もうちょっと前向いてくれ。だからもう、みんな尻尾向けてんですか。尻尾向けすぎや、それじゃ見えないでしょうよ。振り向けば普通の色っていうね、ところですけどね。もう疲れるし、振動ってならないけど、まだそこまで振動っていう感じじゃないけどさ、もうって感じ。こんなに見るのになんで全然その遭遇しないのか、そういう系統に。なんで4000分の1が引け、1000分の1が引けないんだよ。おかしくね、4000分の1は引くのに1000分の1は引かないって。1000分の1の方が確率低いだろ、よ。なぜ引かないんだよ。こっちよ、もう、なんでって感じだよ。なるほど、マックス。とにかく。で、いねえんだ、1000分の1がよ。マジでいねえぞ。もういつの間に降りて、落ちちゃった、もうつく。マジ。くそ、いねえやんけ、もうどこ向いてもいい。どこを向いても普通の尻尾、普通の叫ぶ尻尾。黄色いお耳が超キュートな、叫ぶ尻尾。ノーマルショーだ。一体いつになったら見つかるやら。って感じで、本当に。しかも、それまで続けなきゃいけないしな。もうどっかで一組にして終わりにしたっていいと思うけどね、本当。じゃあまた次に直してまた次やっていきましょうって。そもそもスパイス足りてねえのに。すっざあもう調子悪い。ひたすらやってもチャーですね。
ちゃうんですね、こういう。接触してもらったもんじゃ無理なの。うっかりミスにもほどがある。うっかりミスにもほどがある。こんなに時間かかる状態になってんだよ。持ってないようになんかプロジェクトかかってますね。うん、骨のやつだけ出ないようになってますから。じゃあそうか、2匹出してもね。そうじゃ2匹出してじゃね。ああ、わかりますよ、その気持ちも。いや、もうちょい。感じに絶対に出せってことなんだってさ。スパイスもっと集めとかなきゃいけないね。つうか今年の無念は今年のうちに話しておきましょうっていうことらしいけれども、彼女これ程度気配ないのにどうやってやればいいやろな。マジ困ります。そんなにね、スパイスだっていっぱい休まるわけじゃない。このパートで全部使ったら2、3日ぐらい使う、スパイス集めるのにかかるって、そしたら大晦日越しちゃうよ、年越しちゃうよ、俺。だからこれやりきるしかないのに。全然金だわ。ああ。来ないのまずい。何もないのはまずいっていうことなんだよ。ウィー、分かってるけどさ、出ないもんは出ないよ。おお、プリンはかわいい。プリンとヤサキムシコはめちゃめちゃかわいい。まさにかわいいポケモンとコネクターとしては捕まえるべきじゃないですか。もうちょっと同じ映画続くからね、喋る内容もなくなるわね。タッチカービィの時と同じような感じになってた。ベイトマニックの時と一人で喋るものがないんだよね。なんも大体がないって感じ。っていうかそれで似て、これさ録画撮影だもんっていうね。本当に存在するんだけど出てこねえんだよ。
もう2時間ぐらいしか経ってないんだよ、マラソンして。いや、累計すれば3、4時間ぐらいはぶん殴ってるよ、ずっと。うん、出ないでよ、まあ。体は痛いし、もう嫌なっちゃうぜよ。ああ、もう触れてる場合じゃない。時間はもう5分切ってるのに、触れてたらそこで爆発できちゃうでしょう。もうああ走る、どうしても来ないよ。だけどもう、こういうところ近づかってないで、なんだっちゃうの。早く捕まえちゃってくれよ、もう。ああ、見えねえよ、可愛いけどな。こんないっぱいのに、こんないっぱいいて可愛いのに、全然目は熱くならないな。捕まえられた時一瞬だけ喜んだっけな。出会った時嬉しかったな。出会い色違い赤い目の子に出会った時マジ嬉しかったもん。本来なら一匹でね、捕まえてさ、満足満足、ああよかったってなるはずだったんだけどな。初めての出会いは先取りされて、2回目のやつは本当に幻で終わり、3匹目を出そうとしたら、ああ、出ない出ないっていうね。あの時出たのって俺の力じゃなくて、沼くんが引きが強かっただけなんじゃねえのって今思う。だって鉄の無人も出てたわけだからね。つまり俺の引きではなかったわけだ、2匹とも多分。もう触れてたらさあかんって。もう それやってると本当にタイムロスになっちゃって、一旦でもこれで区切った方がいいの。あんだよ、かわいいのがズームアップしたけど違うね。色変わんなきゃさ、意味ないっちゃっちゃですよ。もう1分切っちゃった。はい、ってわけでしたら、ほうでぐわーんと回って、もうぶつかっちゃったらそこでタイムスロスしちゃうからね、ここの方ぐわーんと回ってって、あーっと走り抜け抜けてって、はい、でーってやって、さあ、もうまあいないことは分かっているながらでも探していく。ほい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 。よいしょ。どうしてもいない。年越し企画になりそうなぐらいのレベルでいないね。年末年始、年越し企画みたいになりそうだ。しかもそうじゃねえっていうね。悲しい。ああ、いたー！ああ、いたー！今一瞬俺見逃しかけたー。
急ぎすぎてさ、思いっきり突っ込んじゃった。大丈夫かな。でも光る瞬間今映ったよね、一瞬だけだけど。ああもう年末年始の企画がどうのこうのって言ってる時にさ、いたーおー、しかも終わる直前やで、ね、効果が切れる直前だぞ、ここで。うおー、マジだ、写真撮っとこう。よし、捕まえた。でも光る瞬間とさ、出た瞬間のうおーってなる瞬間で、あ、見てこれ、日の違いだって言う暇がなかった。もうだって普通に同テンションでさ、俺そろそろそう年末企画ぐらいになりそうやねって言っててさ、でそう、年末企画になりそうなくらいのものだね。もう他のものを年末でも撮ってんだけどね、もう年末レベルのやつやってるよって。で、撮ってるの年末 の時期じゃないんだけどね、年末の時期じゃねえや、大晦日じゃないんだけどねっていう意味を言おうとしたら、その瞬間にチラッと出てくるっていうね。おう、これ絶対逃してたね。何が何でも逃してたね。どうやって捕まえよう。クイックボードがいけなかった。クイックボードができなかったから、もう絶対に、だよね。いや、もう思わず叫んじゃったよ、俺。わー、来たー、いやー、あーって。リアクションとして正解だったかどうかは知らない。とにかくもう、嬉しい。もう絶対逃さない。どんなボードを使ってでも絶対に捕まえる。危ない。技なんか使ったら死んでしまうでしょ。タイマーボールしかないか、方法は。だって体力満タンで捕まえることはまずないでしょ、だって。でもじっくりとやる。ここでね、ここで逃すのはもう絶対ダメ。何よりも怖いこと、俺うっかり攻撃しかねないこっていうこと、それだけが唯一怖え。分かってて、すぐに捕まるわけがない。あ、ピカ。マジか、静電気も何もなく。もちろん逃げるわけないじゃんよ。というかもう捕まえなくちゃ、絶対に捕まえなくちゃ。やばいんだよ、ここは。どうしようかな、バックで、まずピカチュウを回復させよう。麻痺させないといけないが、あ、本当にギリギリで捕まえられたわ、俺。もう内心ダメだと思っててさ、捕まえられてない、ギリギリで出会えたわ。もう内心もうダメだーっていう状態で、もうほぼねえ、正直あの半分諦めかけてたから。うおー、出ただよ。もうタイマーボールで捕まえるしかないでしょ。びっくりした、ゴージャスボスで一回捕まるのかと思った。まあさすがにそこは甘くないか。じゃあ、じゃれつくぜ。来てくれることを願ってピカチュウを出しておこう。
頼むよ。サイコファングばっかり。いろんなボードを投げながら。弱くないもんね、まだマックスだから体力が。ネストボードはちょっと間違いかな。うん、そりゃそうだね。本当にガチで慎重にやらないと。一回攻撃したら多分速攻でやられてしまいかねないからな。大丈夫、じっくりと。じゃりつけ、じゃりつけ。避けちゃダメ、ピカチュウ。今はダメ。あの、麻痺のさ、あの、あれが、大事なんだよ、そこは。ちょっと回復させて、痺れさせるのが大事なんだ。頼む。そこじゃなーい。おーし、やばー、ブーブーよーし、言ったらなんだよ、もう。そうだよ、ポケモン GO じゃないから、3回目言ったからって確定なわけじゃないんだったよ。思わず、よーし、あー、ブーブーブーって。1、2、3、おい、いけ、あーリアクションがうるせえ、俺。痺れた、そこで。んーにゃー、痺れない。ハイパーボール、いけー1、ああ痺れろー、ここで来ない。もう痺れてくれ。ここで逃すのは本当に嫌だ。本当にガチで本気で嫌だ。よく見るとうっすらピンクなんだな。こうピンクが濃いんだな、よーく見ると。いやでも光の加減じゃ分かんないって。それいけー、頼む。おーし、よっしゃー、いてー、よっしゃー、捕まえたー。おーし、しゃー、捕まえたー。よっしゃー、捕まえてやるぞ。しゃー、見たかー、幻じゃねえぞ今度は。おっしゃー、セーブするために、手持ちに加えちゃうもん、もう嬉しさのあまりに。ええ、あ、他のやつ、ルーマさ、輝く神さん、そこで突撃、羽ばたく神だった。ここはね、もう絶対セーブするしかないんです。よーし、来たぞ。よっしゃ、捕まえてや、捕まえたぜ。そしてセーブも残したぜ。記録も残したぜ。危ない、なんか今、枝落ちそうな雰囲気したぞ、今。画面が固まって。危ない。どうだ、俺、もう今度はもう確実に自分のものにしたぞ。もう喜んでるんだから、ポケモンたちをなんでそこで邪魔をする。この喜びの焚き火をやろうとしてる時に、かぶってくるんじゃねえ。ほら、バグったりもして、そう、1回目はそう、沼くんに先に越され、2回目はやっとゲットしたと思ったら、なんか知らんけど枝落ちで、幻にかなったけど、ついに3回目で俺自分のものにしてやったぞ。どうだ、やったぞ。本当にマジで嬉しいぞ。だいたい3、4時間ぐらいか。でも、それで4時間、4、5時間だよ、それでも。スーパーアイスを使って、あー、沼くんが用事なければ、この喜びを共に分かち合いたかった。やったぞーって言って、おー、やったじゃねえかーっていう、その声を聞きたかった。でももう、ゲットした間違いないんだ。ここで一旦出てきて、ピクニックをするためにどこに行けばいいんだ。ピクニックするために、青キリンニキにぶつかった。よ
ああ、もう、余韻っていうものを、与えてくれませんかね、俺に。バトルラッシュじゃなくて、余韻を与えてくださいな。よっしゃー。もうすっげー諦め気味だったから、ブツブツいろいろ言ってたよね、俺。なんか年末年始の企画っぽくなって、年越し企画っぽくなってるよって言ってて、まあそれは別のものがあるんだけど、別の企画があるんだけどって言いながら、これでも十分やっていけるんじゃないってブツブツ言ってたら、ああいたーって。もう普通にやって普通に走ってたからさ、いた時焦ったよ、さすがに。やばい、これ見逃すところだったって。もう、ああ、いたーシューンって言っちゃったよ、思わず。ああ、いた、どうですか、やったぜ、やってやったぞっていう余韻を、やりたかったんだけどさ、そんな余裕もうなかった。ガチの喜びのパターンだった。そして、まあ、本気で焦った人ってさ、人ってさ、本気で焦るとさ、動画今回してるのに、それをさ、まあ、俺はよく忘れるんだけれどもさ、回してるってことを。にしても動画の用のリアクションじゃなくてガチなリアクションってこう、ああいうリアクションになるんやなって今思ったよ。いやー、そうだね。どっかでね、いいところでやりたいんだけど、めっちゃ雨降ってんねん、ここ。つまり余韻に浸りたいとこなんだけど、めっちゃ雨降ってんねん、ここ。もうちょっといい天気のところないかな。めちゃくちゃ天気が荒れている。いやー、年越し前に無事に見つけることができたー。ある意味3度目の正直やな、本当に。2度あることは3度あるやらないためにちゃんとセーブもしたし、お任せでポートもつけた。3度目の正直、やっと僕にも叫ぶ尻尾の色違いが手に入ったぞー。見えない。ほら、いる、どこ行くの、見せて、ちゃんとカメラに。落ちそう。ちょっと画面がカクカクしてる。ちょっとどこ行くの、ちゃんと見せてあげ、みんなに見せたいんですよ。ちょっとどこ行くの。おいで。そっちじゃなくて、おいで。おいで。どこ行くの？おいで。おいで言ってるでしょ。花壇の上に座るんじゃない。もう。もうしょうがないな。見てください。三度目の正直。雨でいいリアクションができない。顔を隠さない。やっと三度目の正直で手に入れたようで。ああ、寝ちゃった。花壇の裏かで寝てもうたけど、なんでこんな面白い現象起こるの。狙ってやってるわけじゃないのに。もうちょっと晴れてるといいんだけどね。ていうか花壇の中で寝ちゃってるけども、まあとりあえず、まあ思い出ということで写真撮って、なんとか頑張った証として寝ちゃってるね。起きてほしいな。で、俺の近くにもうちょっと来てほしいな。向きが逆やね。ああ、ちょっと待って、行かないで。画面に映るようにしたいね。雨がすげえ。見切れてる。どこにいるの、ここ。あれ、なんでグルトンいるの、そこに。なんでグルトンがそこにいるの。ちゃんと写真を撮りたいのに雨がひでえ。もっといいところ、雨降ってないところで撮りてえな。しょうがない。テーブルシティのところで撮って、記念撮影できますか。どんな余興の時間だよって。ここちょっと写真撮れたっけな。よし、晴れてるね。おいで。ああ、ちょっと待って、戻っておいで。写真撮影するよ、ほら。なんでそこに行く？ちょっと見えづらいの、そこで微妙に。よし、行くぞ。
X ボタンで、違うの、Y ボタンだったな。で、どうやるんだっけ、こうやってやって、プロフィールすでにこれで面白いんだけど、写真撮りたい。ちょっと叫ぶ尻尾、どこ行ったの、そのタイミングで飛んでいかないでよ。見えないよ。いなくなったんだけど、こっち向いてくんねえかな。そう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 、これ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 、いいねいいね。もう一回写真撮りたいな。真顔よりもポージング、顔をちょっと、あ、寝ちゃった。あ、顔見えないね、ちょうど。あ、これでいいや、ちょうど。よーし、撮れた。ついに3度目の正直で手に入れた命がいの叫ぶ尻尾、やったぞやったぞ。一人だけど喜び共感できる、喜びを共感してくれるあれいないけど、一人だけど取ったぞー、ゲットしたぞー、叫ぶ尻尾の色違い、やっとー、3回目にしてやっと俺の手持ちに、手の中に、手持ちに入ったぞー。年越ししなくて済んでよかったー。年内に無事叫ぶ尻尾ゲットすることに成功したー。うるさいね、俺。でも、嬉しいんだー、マジで。いや、年越ししなくてよかった。超嬉しい。というわけで、皆様ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。そして、今年も一年、本当にありがとうございました。今年も一年ありがとうございました。言ったけど、大晦日に出るんだ。そうそう、大晦日だった。今年も一年本当にありがとうございました。また来年も、ゲーム実況でまたよろしくお願いいたします。ということで来年、次回はね、新年の特別企画という形でね、動画が上がると思いますので、皆様そちらもお楽しみにしていただけますと嬉しいです。というわけで皆様本当ご視聴ありがとうございました。また、そして今年一年本当にありがとうございました。また来年も、またお会いいたしましょう。というわけで、さようなら、良いお年を。